ミグイエン・ジェバト・バシャは、スイス・ローザンヌ出身のプロサッカー選手。アルバニア代表。ポジションはミッドフィールダー。コソボ系アルバニア人の両親のもと、スイスのローザンヌで生まれた。その後コソボに移住するもコソボ紛争のため再び、ローザンヌに戻った。この紛争でおじを亡くしている。2004年、f c ローザンヌスポルトの株組織に入団。 2005年7月16日開催の FC、ビィンタートゥール戦で、トップチームデビュー。30日の FC ルチェルン戦で、初ゴール。2005から06シーズン冬、セリエ C1 の AAS ルッケーゼリベルタス1905に、移籍。その後 FC、エスペリア・ビアレッジョ、AC ・リミニ1912、フロジノ・オネカルチョとイタリアのカイクラブを転々とした。 2011年7月、セリエ B のアタランタ BC から同カテゴリーの鳥の FC に1年間レンタル移籍。8月21日のアスコリカルチョ戦で移籍後初出場。以降レギュラーに定着し、チームのニーフィニッシュセリエ昇格に大きく貢献した。この活躍が評価され、2012年7月に完全移籍に移行した。2015年8月、 FC ルゼルンに移籍。旧シーズンぶりのスイス復帰となった。年代別代表では、スイス代表を選択していたが、2010年7月に、アルバニア代表への変更を表明した。2013年3月、FIFA が馬車の国籍変更を承認した。2013年3月22日に開催された2014、バットハイ、欧州予選のノルウェー戦で、アルバニア代表デビュー。 4日後に開催された親善試合リトアニア戦で初ゴール。ありがとうございます。